美容師の青山です。アナログのいいゲスト様、ビフォーになります。根元が伸びてて、毛先がね、少し色が退色しているのがわかります。ここからいい感じにしますので、ご期待ください。ゲスト様、いつもね、どうかご協力ありがとうございます。それではスタートしていきます。まずね、カットから入ります。大人女性の方にね、おすすめしたいのが、やはりね、少しショート寄りのボブ、すごく頭の形が立体的に見えて、特にね、後頭部がぺたんこになりやすい方は特に、合いやすいです。顎の対角線上にボリュームが来るので、すごくね、バランスもいいですし、おすすめのスタイルになってます。あとゲスト様ね、今、動画ではもうカラーが終わってますけど、カラーをいつもされてます。染める時も、肌がね、デリケートなので、ほんと地肌ギリギリで、薬剤が地肌につかないような感じで染めているので、ゲスト様にもね、安心してカラーしていただいてます。ゲストさんのようにね、肌が敏感で、肌がね、カラーするとしみるとか、そういう方はね、もう地肌ギリギリで、もう地肌につけないような感じでカラーを塗布してもらうといいと思います。いかがでしょうか。いい感じに仕上がりました。顎の延長線上にボリュームがあると、ショートボブっていうのはすごくバランスがいいです。なので、期間がね、まあどうでしょう、2ヶ月は持たないかなと思いますね。ちょっと伸びるとやっぱ下の方にボリュームが来るので、まめなメンテナンスをお勧めします。私は親もよく言いますけど、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいでメンテに来てもらえるといいと思います。世の大人女性の皆様に提案したいのは、やはりね、この後頭部の丸み、割とペタンとしてしまうという方にこのスタイルはおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。